ちょっとさ、ちょっと待って。扇風機つけたのいいけど横からだとさちょっと大変かも。あれどうなってんの。どうしよう。おはようございます。昨日の夜に逆上がりの確認をして寝ました多分大丈夫じゃないかなって思ってるけど分かんないよ。今日はそう公演前にリハーサルがあるんですよ。なので早いです。コップは体育の逆上がりできるんだっけ。できません。私本当に鉄棒苦手で本当にできないですできないんですよ。確かに夏休み初日でもある最初の宿題って後の方に、いや本当は最初にしたいけど結局後の方になっちゃってるんだよね、いつも蝉がそう鳴いてんのよ。セミはあまり好きじゃないですあまり好きじゃないセミ。こっちは明るいけどこっちは暗い。夏祭り、どうなんだろうね。多分あると思うけど分からないです多分あれだよ、ニコ生の夏祭りだよね。多分あると思うけどどうなんだろう。
そうか、ニコ生がね今確かに。どうなんだろうね、アナ規制とかもいるしね、できたら面白いんだろうけど。どうなんでしょうか。おはようございます。初日家族見に来られます。今日は来ません。でもめっちゃ DMM で見てると思います。めっちゃ DMM めっちゃ見てるから。なんかスマホでしか前まで DMM 見れなくて、でなんかテレビにつなぐ機械みたいなの、機械じゃないのか、つなぐコードみたいなのを買ってるの。だからいつもテレビで流れてます DMM、 あの公演がある日。ユギさん投げてるとかママピに言ってる、言ってます。ママ言っても分からんけど言ってる。コピーは今度出ます。わかりません、わかりません。今日公園来て見てみてください。ファイヤースティック、なんかこんぐらいの短いコードで携帯とテレビつないでます。今日は5時開演です。休日なので。お間違いなく。ラジオ体操行ってた。なんか近くでそういうラジオ体操が合ってるところがないんですよ。なので行ってなかったです。すごい、セミがめっちゃ鳴いてるんだけど、すごいな。リハ含めて2回公演、3回公演。2回多分通すと思うんですよね、おそらく。今日の髪型はもう決まってます。流れ声、何が一番苦戦した？私は振りして真似しての振りがなんか順番が分からなくなるくて覚えれにくかったけど、振りしてでもユニットもかな。
ゲネはないので七期生は見に来ないです。誰と同じポジションなのか、あー確かにそれはね、誰と一緒だと思いますか。いつもメイク何分くらいで終わりますか？メイクは何分くらいで、ね、めっちゃさみんなと話しながらずっとやってるからわかんないけど、30分くらいで終わるかな、終わると思います。終わんないかも。30分くらい、許しまして。確かに曲名楽しそうかも。確かに。今日は2回通してるんだなと思いながら DMM の応援してるね。DMM ぜひご覧ください。ワンちゃんの声、おばあちゃん家に犬飼ってます。そこにいます。坂が一緒に入ったけれど隣がハンちゃん、そうなんだ、ハンちゃんママ、緊張しただって、面白い、そうなんだ、ではちょっと今日短いんですけど15分経ったので終わりたいと思います。朝からたくさん見てくれてありがとうございます。くしゃみがです。はい、すいません。じゃあ読みます。13位ゴン太郎さんありがとうございます。12位快速特急さんありがとうございます。11位ちがくさんありがとうございます。10位大丸さんありがとうございます。9位くろさんありがとうございます。8位ばうちさんありがとうございます。7位タオン魚さんありがとうございます。6位まさきさんありがとうございます。5位フラさんありがとうございます。4位は浜野さんありがとうございます。3位ホタテさんありがとうございます。2位ヤスさんありがとうございます。1位カードの人さんでした。ありがとうございました。では終わりたいと思います。今日は坂上がり公演初日、よろしくお願いします。またね、ありがとうございました。